北緯35度37分28.8秒、統計139度24分20.6秒、北緯35.624667度統計139.405722度、35.624667139.405722、八王子市立秋葉台小学校は、東京都八王子市別所2丁目にある、八王子市立の公立小学校、 別名、秋章とも呼ばれる。学校名である、秋葉台の由来は、過去に、秋葉神社という神社がこの地域に存在し、学校周辺の丘陵を、秋葉台と称していたことによる。ちなみに、学校所在地の住所は、別所であり、秋葉台という地名は住居表示上、現存していない。周囲の集合住宅では、秋葉台の名を冠するところも、少なくない。 秋葉大小学校の平成23年5月1日時点における児童数の内訳は以下に記述。ただし、児童数の表には、のびのび学級も含まれている。のびのび学級の学級数は講述。のびのび学級の平成23年5月1日時点での児童数は以下に記述。全体の児童数は19名だった。 開校翌年の1993年の児童数は527名を誇っていたが、2003年には326名にまで落ち込み、2008年には263名と1993年比でほぼ半減した。その後も児童数は300名に届いていない。ただ、こうした児童、生徒数の傾向は、八王子市全体に通じるもので、 昭和50年代後半にピークを迎えた児童、生徒数も平成に入ってからは落ち込み、近年は横ばい傾向が続いている。一方、八王子市教育委員会は2009年3月に策定した私立小中学校適正配置計画で望ましい学級規模をおおむね12学級から24学級と定めた。前年の秋葉大小学校の児童数は、 普通学級で8学級しか設置されていなかったものの、適正配置計画に定める、東廃合の対象とはならなかった。ちなみに、当時、八王子市東部地域では、吉木西小学校、鹿島小学校、中山小学校、南大沢小学校、九条小学校で、東廃合の検討がなされた。なお、教職員は、平成23年5月1日時点で、 男性教員が8名、女性教員が13名で21名の教員が所属し、男性職員2名と女性職員3名の5名の職員が所属している。第6学年で1学期に栃木県日光市への日光移動教室を行う1学期には運動会を実施し、2学期には音楽会も実施する。前述の通り校舎の建設は1991年で、 ある。敷地の中に、校舎には普通教室に加え、音楽室や、家庭科室といった、特別教室、給食室が備えられていて、体育館、プールと校庭がある。集合住宅、ゴルフ場と秋葉大公園に囲まれた、閑静な住宅街の中にある。京王相模原線京王堀の内駅徒歩7分。ありがとうございます。